疑似妖怪。悪くない。なんなんだよここ。めちゃくちゃだぞ。没落した貴族の家は。こうなってしまうのね。あちこち壊れている上、誰もいません。すでに家は終焉を迎えたのでしょう。行こうぜ。私たちは最後の資本人なのですよ。本当に皆を追い出されるのですか。誰が。心配せずとも自分の世話くらいできる。まだお小さい頃に奥様が亡くなられ、今は旦那様まで。残されたのは若様ただお一人。もうこれが最後になると思いますが、若様くれぐれもお体にはお気をつけて。そう、出航しますよ。さらば。楓原家はついに拙者の代で解体してしまった。だが父上の言う通り、生活に縛られてはならぬ。かような放浪の身が拙者には合っているのよ。神の目は神の視線から来ているそうだ。ああ、俺も持っている。だが神の眼差しを向けられるのは必ずしもいいことばかりじゃないよな。かもしれぬ。家を離れてからというもの、稲妻のさまざまな場所を訪れ見識を広めてきた。貧しい旅ではあったが、雨土を住処とし万物を私有としたことは実に趣あるものであった。家をはメガリレーである。神の目を持つ者はおとなしく渡せ。おい、こっちだ、急げ。
訳など聞かずとも、メガリレーに抗う者たちの気持ちはわかる。願いは我々の心に隠された最も純粋な力、失ってはならぬ。やむを得ない時が来ればここを立つでござる。将軍様は御前試合をされている。関係者以外立ち入り禁止だ。マネヒコ、こいつは神の目を持っている。こいつを捕まえろ。逃がすな。さっき仕掛けるぞ。また隙をここに。低すぎか。疑似よ。何せ願いたい。つけ。勝負。勝負。ただ。先生の先生を一体を承知せよ。自分に問うた善と多難な流浪の旅になると承知で、それでも行くべきか、いずこへ、そしていかにして。命を捨てに来た。創世の術。また隙をここに。これでどうだ。やはりダメだった。お前が楓原か。
早く船に乗り込め。送ってやるよ。お主、どうして拙者を助ける？拙者はお尋ね者でござるぞ。そらもちろんしゃぶぎお前を稲妻から無事に送り出すようにって金を出した人がいるからさ。ただ周りがしてやれることには限りがあるから、あとは自分で頑張ってもらわないとな。祖父は生前リーウェイを観光し、父は本でモンドの景色を読んだ。拙者はどこへ行くべきであろう。おい止まれ、抵抗すると痛い目に遭うぞ。空が食べた降りそうでござるな。そうか、この雨が止む時は来るのであろうか。足りなかったか。拙者の負けた。誰だ隊列仕掛けるぞ。絶対この一体を投入せよ。行くぞ。手合わせ願いたい。疑似用か。拙者の。おい、あんた大丈夫か。こっちに避難するか。海賊か。はい、そう、海賊さ。来るかどうかは自分で決めろ。ちょうどいいところに来てくれた。拙者は今までの人生を振り返ったところでござる。楓原家の盆景をどう思う？そうでござるな。この元凶はとても興味深いですね。演劇のようなシーンは回数を重ねるたびにより特別なものになって心に響きます。先生術師は皆見識が広いでござるな。お主にそう言ってもらえるならば、この元凶にも存在する価値があろう。ねえ、あなた、ご機嫌いかが？お嬢様は、和葉殿に、あまり落ち込みすぎないようにとおっしゃっています。こんな経験を振り返るのなんて、楽しいはずないよな。そうでござるな。皆の気遣いに感謝する。だが拙者にとってはどれも過ぎたことでござるよ。盆景を目にした瞬間、この可能性に思い至ったのだ。拙者はお主らを待っていたのだと。だからこそ拙者だけが終点に残されたのやもしれぬ。あの時期のお盆には枯れた植物が植わっているはずであった。しかしここのお盆に枯れた木はない。お主らのいない間に拙者はいろいろと考え、やっと気づいた。ここは拙者の元凶でござる。盆景に何もないということは、これは拙者の心境であるということ。心が情であれば天地万物が皆情なり、心が空であれば天地万物が皆空なり。情と空、それが拙者の今の心境なのでござるよ。ただそれが心残りであると言えぬわけでもない。心にどこか穴が開いていることも空と言えるのだ。それゆえこの盆景は拙者の幻想に現れ、願いを叶える機会を与えてくれたのでござる。しかし拙者の心の底にも、自分だけの盆景を作りたいという願いがあったとは。これで楓原家の伝統を真に受け継いだと言えよう。
やりたかったことは全部できたんだよな。ふむ、そう言えなくもない。お主らは過去の拙者を見て共に別れを告げてくれた。そして拙者にまつわる全てを見届けてくれたことで、ようやくそれは真実、歴史となったのだ。人生で最も大切なのは他者との絆。決して自分を責めることではござらん。過去にとらわれる人には未来はないのでござる。拙者はここまで歩んできたから、この先も歩んでいける。皆にもそう信じてもらいたいのだ。これからもよろしく頼む。拙者は雨の中を急ぐことが多く、雨水に視界を奪われては前が見えなくなることが多々あった。ある日ついに山頂にたどり着いた。足元には雲があり、耳元では風が吹いていた。まことに高き山、まことに澄んだ心、無我無根無念無我。旅に出よう。拙者は風だ。いかに長き道にも出会いはある。人生は続く。至る所に故郷はあるのだ。早く寝た方がいいぞ。お、どうしました？顔色が悪いですが。何でもないわ。少し疲れを感じただけ。今日の旅に疲れ果ててしまったのでしょう。お嬢様、大丈夫ですか？オズ、余計なことを言わないで。失礼いたしました。あんたら疲れたんならしばらく休めよ。あたいは食料を探しに行くから、体力が残ってるやつは一緒に来い。拙者が行こう。私も手伝います。みんなこんなに積極的なんだし、オイラたちも行こうぜ。そんなに大人数はいらないぜ。それに皇女殿下が少し落ち込んでるみてえだ。モナ、あんたは彼女のことをよく知ってるだろ。散歩に付き合ってやったらどうだ？気づいていましたか。食べ物の準備をしながらその話をしようと思っていたんです。だったら私に任せてください。よし、それじゃあ食べ物の準備はあたいたちに任せろ。これだけあれば十分だな。後で焼いて食べようぜ。もし次に人のいねえ拠点を見つけたら、鍋がないか探そうぜ。鍋があればちゃんとした料理が作れるしな。すごい心配りだぞ。信玄は料理人じゃないのに人の世話をするのが得意なんだな。へへ、あたいはできることをやっただけさ。褒めすぎなんだよ。信玄殿は市長聖豪の皆にも認められた良い仲間でござる。おう、オイラたちにとってはカズハも頼もしい仲間だぞ。その通りさ。ふむ、ならば頼もしい仲間として皆と話したいことがあるのだが、お主らの話を聞いた限り、今日の不思議な元凶は楓原和葉のこれまでの人生をもとに作られたものであった。まるで拙者の夢のように。和葉、あんたはずっと自分だけの盆景を作りたかったんだろう。うむ、そして
拙者の願いは叶ったか。しかし拙者がこのような状況になったということは、皆にもその可能性があるということではなかろうか。あたいもだ。ただ次の場所が誰の元凶かはわからないけどな。そう考えるとあたいもあんな夢を見てみたくなったぜ。お前あんな元凶が欲しいのか。もしあたいにあんな領域があるなら、きっと音楽に関係するやつだろ。そしたら腕を震えるぜ。もしかして急に演奏を始めたりするんじゃないか。それは当たり前だろ。音楽をやるやつなら誰でも、この群島の美しい景色を見れば音楽を奏でたいって思うに決まってる。なんて楽観的でたくましい心なんだ。おいらちょっと感服したぞ。あ、そうだ、旅人、崖に生えてる果物を食べたいんだけど、一緒に取りに行ってくれないか。変わった建物と元凶の盆景、とにかくあの変な出来事、このこと元凶野郎に教えた方がいいよな。返事はない。おかしいな、なんで返事してくれないんだ。金融野郎のやつまたぼーっとしちゃってるのか。それとも演奏してる間は爆弾を持ち歩いてないのか。あ、もしかすると酔っ払って木の下で居眠りしてたりして。おかしいぞ。でも仕方ない、また明日連絡してみようぜ。旅人、それにパイモン、ここにいましたか。モナだ。フィッシュルとの話は終わったか。まあ一応は。彼女はちょっと憂鬱なんです。多分今日見た元凶のせいかもしれません。フィッシュルは今回の旅に積極的です。でも自分の元凶を見たくないんじゃないかなと思いますよ。なんで。あいつこういうことに憧れてるんじゃないのか。まだ結論は出せませんが、とにかく気にかけておきます。私が言いたかったのは別のことです。先ほど海辺でもう一度ここを占ってみました。水裏の番は今回も濁っていましたが、前回と違って何らかの力を感じられました。1までは分かりませんが、だんだん変化してきているような感じがします。見えないのにどうやって感じるんだよ。素人にどう説明すれば。あ、例えば部屋のどこかに隙間が空いていたとしましょう。1は分かりませんが、風がそこから入ってくるんです。すると部屋の温度もどんどん下がっていくでしょ。おお、そう言われるとなんとなく分かった気がするぞ。その亀裂がどこにあるのか探したいんだな。そうですね。これからの方針を決めるには、まずその亀裂を見つけないといけません。まさかこんなに綺麗な土地でこのような不思議を解決することになるとは思いませんでした。悪くありません。もし力になってくれるならなおいいですが。じゃあオイラたち何をすればいいんだ。特にないんじゃないですか。おいらたちを舐めてるのか。いえ、ただ先ほど気づいたんです。あなたは口数の多い方ではありませんが、いつも物事を完璧にこなし、みんなのためにいろいろと動いてくれる。あなたのような人はみんなに一番必要な仲間です。あなたがいれば心強いので。勝手に期待されるのはプレッシャーかもしれませんが、
私は先制術師は観察力を持つべきだと思っています。他の人の長所を発見するのも観察の一つなんです。つまりオイラたちを褒めたいだけってことか。事実を述べただけで褒めてはいません。褒めたんだろ、素直に認めろよ。何を笑ってるんですか。客観的な評価だって言いましたよね。別に褒めてなんかいません。褒めていませんから。とにかく引き続き星を観測してみます。旅人、これからもよろしくお願いしますよ。